Thank you. すごい買っております。Thank you. Yes, yes. Wait, one moment. My wife can talk. Oh, okay. Yes, yes. It was my dream. Dream? Yes, for it's local restaurant in Japan. Mm-hmm. I like very much. 2 years later, we will finish the job. <and enjoy. laughs> Okay, yes. I like very much. Yes, yes. Yes. Telephone is problem. Mm-hmm. When you come back, mm-hmm. we will take. Oh, okay, yeah. I'll be right back. So, yeah, okay, take photos. After when you come back, mm-hmm. I will take a lot of photos. Yes, yes, sure, sure. Okay. Yes. Good. 日本の着物好きだった。ねえ。着物カップル世界旅。着物ジプシーズ。in トルコということで、トルコはサフランボルに来ております。はい、サフランボル、ね、サフランボルと聞いて今もうチャンネルを閉じようと思ったあなた、あもうね全然分かっていない。サフランボルという街はですね、うん、なんと世界遺産に登録されてますということで、今回は恒例の着物で世界遺産ということで、はい、はい、ってことでカクテルは新種街なんだけど、うん、新市街から石畳で、ね、歴史ある感じだけど、すごいいい感じだよこれ、うん、ほら見てこのなんかジブリなんか小道もすごいね、雰囲気ある。味がありじゃない、味がありすぎてちょっと危機を感じてるよ今俺は。この大丈夫かっていうだってこれなんて道って言っていいのこれ大丈夫かこれ人の歩く道なのかな。じゃあゆいちゃんに持ってもらいましょう。道を読めない。そう、道をね、見ないことで有名なんだよね俺は、うん、呆れてんだよね最近それで。呆れています。何ってんの、舐めないで俺は。でも Google マップで一回泣かされた時ちゃんとリミットでちょっと切れたっていうね、うん、でもなんかこれもいいのかい、こんなに茂っちゃって。茂っていうとね、ジャニーズ俺は思い出しちゃうんだけど。ん、あ、見えてきた。あ、ちょっとずつ見えてきている。オレンジの屋根が、あ、かわいい。オスマン帝国時代の面影を残しているらしいよ、ね、まあそもそもね、まずオスマン帝国ってなんやねんっていう話だよね多分ね。俺も知らなかったし、車でオスマン帝国ってなんか聞いたことあるなぐらい、なんかあれトルコみたいな。なんでもね、世界大戦のね、第一次世界大戦の時まであった帝国だからね。ちょっと怖いんですけど大丈夫ですか。スキーでいうとこの急斜面コースみたいになったよ一瞬ね。ちょっと、よかった、草履にしないで。で、俺は草履にですね、うん、うわ、でもなんか人いなくていい穴子感がある。うん、こうやってさ、撮ってんのもやっぱちょっと恥ずかしい時あるじゃない。ちょっと待ってすごいですけど、スキーの滑車こんな道を来たんですけども、多分通る道じゃなかったね、これは。なんかすごそう。あ、なんか違う道来た違う道来たんかい。やっぱ違ったんかい。都会の喧騒を離れてすんごいのどかなとこに来たっていうことでね、こんななんか人気もないし道も道って言えるのかっていうところに何しに来たのかっていうとね、はい、一番の目的がロクムっていうお菓子を。皆さんロクムって知ってますかあ、もう9割知らないよね。いや本当興味ないと思うよこの動画いやでもね、それをね、なんかこう知ってもらうっていうのがね、ネクスト美味しいお菓子ということで。ロクムはね、まあ後でこの有名なお店に行くんだけど、サフランボルがね有名らしくてね、その日本人もね絶対大好きな、あ絶対好きだと思う。カッパドキアとかでもちょっと食べてみたんだけど、うまいのよね。そうそう、日本人受けする味なんだよね。ちょっとそれをね皆さんにぜひご紹介したい。はい、こんな本当かこんなとこにあるの？まだ人は全然ない10分以上歩いて人に会わないってことあるのかい？そんなとこで商売するかね。こんな歩きづらいことある？ゆうちゃんの膝がパキパキ言ってるよこれ。本当にあれなんだ多分、1700、800年とかのままなんだ多分。
かトルコでこういう景色見れると思ってなかった。当時の面影をずっと残してます。オスマン帝国時代に江戸時代の子が迷い込んだよ。これさ、祇園もさ、あの町にさ隠れてバーがあったりするの、うん、なんかここサフランボルにも隠れてバーあったら面白くない？うん、うん、そんなことよりね、そっちなんだよね多分ね。サフランボルのコロンが、うん、ハロー、サフランクリーム。あ、サフランの匂いってこの匂いなんだ。サファン、yes. サファンライス。Hello. Japan. ケバブ。Yes, yes, yes. ロクムの有名店イムレン。ここのロクムを食べるためにカッパドキアからバスで5時間かけてきました。ヨヨちゃんは友人からもらったこの味が忘れられなかったんだとか。ここでしか買うことができないロクム、これからの時代こういう不便な体験に価値が出てきそうですね。ジャパン、パーフェクト。お手頃だよね、観光地価格にしては。これ1個で500円ぐらいか。安いよ、ありがたいよ。うん、安い安い、すごい買っております。もう大好きだよ、ゆうちゃん大好き。これもう本当みんなに食べてほしいね。ということで視聴者プレゼントしたかったんですけど、1ヶ月しか持たないってことで。そんなになんか癖が強いわけじゃないけど、うん、お砂糖入れる人もいる。多分日本だったらこう日本のお菓子買ったら日本なんかお茶出してくれるけどさ、サフランボルはサフランティーを出してくれる、ね、このなんかちょっともう色がすごい、見た目はエナジードリンクだけどね。本当だよね、ちょっと見た目もねこんな感じでね。でどんな味なのってあると、このローストピスタチオとこの周りがちょっと硬い信玄餅みたいな印象。そうだね、うん、ちょっと硬い信玄餅、この大きさで400円も安いよね。安いということで、これは PR 動画ではございません。皆さん私たちの個人的な、うん、あのお買い物でした。僕たちには1銭も入ってきてないので心配せずに。あ、ご来客、今日ロクもある。さあ、ということでね、この気持ちいい可愛らしいことでね、カフェを。こと？ことでしょ。あ、ことだったんだ。え、ことって何？昔の都。あ、都ではないわ、ごめん、ことじゃないわ。このね、気持ちのいい昔の、昔の魅力が詰まった街で、ちょっとカフェに行きたいと思います。この辺からカフェが、あー、うるさい。世界遺産の旧市街で落ち着いた雰囲気を味わいながらカフェを楽しむのがサフランボルでの過ごし方。トルコ式コーヒーをたしなむのもよし、サフランティーをたしなむのもよし、ただスイーツはしっかりとロクムを頼みましょう。おーおー、すごいすごい、どうなるんだこれ。そうなんだ、手間取ってんじゃん。え、これだけグツグツグツってなのかな、こぼしてんのがコーヒー。よいしょ、ベンチさんなんち、あ、粉っぽさがなんか落ちてなくなってきた。あのパフパフに入ってた粉が下に沈んでんだ、うん、多分それ底の方すんげー苦いと思う。そうそう、だから、うん、多分そこまで飲まないと思う、うん、俺一回飲んだんだけど粉まで飲んでもう飲みたくないと思う。これはロックムかな。どんどんなんか当時の家が出てきてんじゃない？もう修復もされてないような。本当だね、確かに。すごいすごい、明るいとなんだよ、ここにカフェの方がいいじゃねえか。うわ、いい絶景じゃん。こんな
すぐに上上がってくれるの。ちっちゃい町だね、やっぱね。サフランボル、19世紀以前におけるオスマン帝国時代の町並みと木造建築をほぼそのまま保存しています。町並みを保存するため建物の建て替えなどを自由に行うことはできないのです。この町はシルクロードの中継地点、宿場町として栄えました。幸か不幸か、サフランボルは鉄道から離れた町であったため近代化することなくこの風情を保っています。いいねこんなに落ち着いて絶景を見れるなんてある。確かに、うん、人少ないもんね。だってチェコすごい綺麗だったけど、うん、めちゃくちゃすごい人だったから。そうだ、ね、確かおすすめかも、ね。うん、旧市街いいじゃん、最高じゃん、景色綺麗じゃんってなってんじゃん、うん。だけどさ、ホテルのお父さんが言ってたのよ、ご飯を食べるなら新市街だって。旧市街はやっぱ観光客向けになってて、うん、高いし美味しくないよって。あー、やっぱ観光地のご飯になっちゃってる、うん、そうそうそう、だから、うん、おすすめあるからって言ってくれたとこ、そこすごい美味しいらしいから、うん、そこ行きましょうか。お腹空いてきちゃったじゃあ行こうか、うん。 Yes, I check you. Thank you.まあ、サッチャキュートっていうことは俺じゃねえんだよな、やっぱね。リカさんも可愛い要素あるよ。ああ、俺も可愛い、俺も可愛いか、やっぱな。あのほっぺたがね、ぷにってしてるなるほど、そこ見て言ったのか、そこを言ってくれたんだ。すごい晴れてくるね。なんかもう出来上がりそうじゃない。あ、いいのかな、はい、え、出来たて。わー、あらー、すごい可愛い靴が入っちゃいました。すごいね、テンション上がってます。いやでもマジで可愛いのよ、これでも4000ぐらいだってね。オールハンドメイド、オールレザーで、これは可愛いわ、可愛い。この継ぎ目がいいね。うん、 This is only Safambo? Yes, yes. おー、それはちょっと思い出だね。これを買います。5000円ぐらいってOkay, thank you. Bye bye. Bye bye. Wow, いい買い物ができたね。Yes, yes. Thank you. Yeah. Bye bye. Thank you. すごいな。さっきのお母さんが着物着物って言ってたから、このトルコの田舎町にまでこの着物文化は浸透してるということで、うん、すごいよな、うん、そんな民族衣装ある。すごい文化だよこれ。ここがね、ホテルのお父さんおすすめのお店。おー、行こう行こう、お腹すいた。これはうまいわ、これは絶対おいしい。なんかコロコロしてる。そっか、美味しいって出ない。いや、お肉だと思ったら違った。あ、お肉じゃないんだこれ。なんだ、美味しい。ほんとけ、ミニトでしょこれ、完全に。わかんない梅練り、梅練り何これマジで。何、わかんない、聞いてみようか。嬉しいね、用意できた。すごい、マジか、わー、すごい。これちょっと今までで一番よだれ垂れるやつだわ。超美味しそうだね。父さんいいの教えてくれた、これがうまい。え、いいよ、どれか。これ買ったらこれに挟むのかな。あー、でもいいんじゃない。うん、シンプルに回すね。美味しそう。シンプルにお兄さんおすすめのこのお肉を普通に食べます、うん、うめえ、うめえよ。うわ、これちょっと待って、このね、タレは美味しいんだ、うん、おかわりしよう、タレ。ちょっとこれでいきますか。これダメだよ、どんな挟むか。移住します。移住できる、うん、こんな美味しさだったら。これはいいね。こんにちは、こんにちは。はい、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 はい。 Do you want to try the kimono? Yes. Oh.
Okay. It's... oh, でも大丈夫かな。お腹が痛い。Fat samurai. Put another chin. Oh. いいです。Oh, this is a Japanese image. Oh. Okay. Wow. そうなんだやっぱ。Thank you very much. No worries. Never forget. And when I come here in the morning in the breakfast, I will. Oh yes, yes, yes. It's good idea. Please. サフランボールでした。またね。